わかりました。朝の5時27分。なんだか目が覚めてしまった。せっかくだから外を走って朝焼けを拝もうなんて、そんなタイプじゃなくて、ただぼんやり天井を眺めてた。今日からまた新しい年の始まり。いつものように夜が朝に変わっただけだろうって気持ちもあるんだけど、なんだか再起動ボタンを押してもらったような、そんな気分になれる始まりの朝。特に敵がいるわけじゃないけど、友達っていうより仲間って呼び合う方がしっくりくるようになった。ファッションとセックスのことばかり話してたあいつ、出会って5分で仲良くなった。あれから何年も経ってしまったけど、たくさん勉強して司法書士になったって噂を聞いたよ。別の道を歩んだけど、未だにあの古墳が忘れられない。この先で起こりうる想像もできない喜びと、この先で起こりうる想像もできない悲しみと、仲良しになれるだろうか、果てさて果てを果て、仲良しになれるだろうか、果てさて果て果て。すげえ音、通り雨だろうか。ザー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 、やっぱりそうだ、もう晴れてきた。あの子は出会ってすぐバイバイの匂いがした。そんなこともあるのかと1分1秒ポケットに集めた。立ち会ったラストシーンのセリフは、お疲れ様なのか、さよならなのか、ありがとうなのか、もしくはふざけんなよなのか。消えてしまった後の煙を僕らはなるべく静かに見ていた。白い煙が立ち込めていて、みんなの表情は見えなかった。もやもやって広がる煙の中の一人一人、みんなの表情を想像しながら唇を噛んだ。
これまでに起きてきた一番の悲しいありがとうと、これまでに起きてきた一番の優しいごめんなさいと、仲良しでやれてるかな、果てさて果て果て、仲良しでやれてるかな、果てさて果て果て。